天下一の美女をめとる。あれ？君なんかおかしくない？前回、皇宮について解説したが、興味深い王がもう一人いてな。覗き魔以上に面白いのがいるの。その名は海洋王、中国史上、最悪の暴君と言われている。なんか、すっごいろくでもない人物像が似合うわ。勘のいいガキは嫌いじゃないぜ。というわけで解説するぞ。海洋王、官名を、ワニャンニャン。女神名は、テクナイという。1150年に生まれる。海洋王は、金の第四代皇帝だった人だ。金？そんな国があるの？かつて中国大陸の北半分を支配した、女神族の征服王朝だ。漢民族と異なる民族で、元は黒竜江省のあたりを拠点としていたが、やがて南下し、ついに大陸の北半分を支配し、金という大国を建国したすごく強い民族だ。海洋王は、まず自身のいとこである三代目皇帝を殺害した。初っ端から物騒な展開だわ。三代目皇帝が、射死と酒に溺れ、粛清などの暴政を繰り返したのが原因だ。さらに海洋王は、敵対する一族の実力者たちをまとめて粛清し、首都を北京に移して位に着いた。そして即位の際に以下の宣言をした。金の君主となるぞ。宋王って、その皇帝を、自分の膝下に、ひざまずかせるぞ。そして天下一の美女をめとる。男のロマンで溢れているわね。海洋王は高級の美女集めを、もっと簡単に済ませるようにした。あれ？なんか名君の予感だわ。そう思うだろ。だが彼の言う簡単にとは自分の身の回りにいる女性を片っ端から手をつける、という意味だ。え、先ほどの粛清した一族の者たちの、宰相を収奪して高級に入れ、さらに倒した敵国の若い女性たちも自身の高級に入れた。即位前は3人程度だった宰相が、やがて数えきれない数になっていった。どんどん増えていくわ。これだけならまだ良いんだが海洋王はさらにぶっ飛んでいてな。彼は臣下の妻、親戚の娘、下女、息子の乳母など、少しでも外見が綺麗なら、その対象とした。は。臣下の妻。さすがにそれはまずいわ。姉妹や母娘を揃って高級に入れることもあった。幼すぎる年齢や近親相関も恐れなかった。姉の娘、実の姪ですら貴賓の対象となり、彼女の嫁ぎ先を脅して強引に高級に入れた。うげげ本当に獣だわ。海洋王は特に年若い処女が好みだった。すべての家臣、役人に対し娘を持つ者は15歳になったら、皇妃候補として報告せよという法を作った。もし王の許可なく嫁がせたら、どうなるの？一族全員死刑となる。ひ。完全なる暴君だわ。しかも娘が処女である証明書まで提出させた。これも守らなければ死罪だ。こんな話がある。将校という大臣がいた。彼には娘はいなかったが、妻の妹、ミイロウという少女を扶養していた。海洋王はこれを見逃さずミイロウを皇妃にした。しかしいざ初夜を迎えると。あれ？君なんかおかしくない。どうやらミイロウが処女である身体的特徴が出なかったのだ。彼女の純血を奪ったのが将校であると思い込んだ海洋王は、彼を殺し、その妻を分死、という役人にやってしまった。以前、お前の妻を譲ってもらってすまんかった。代わりに将校の未亡人をやるわ。と、なんとも侮辱的な言葉を投げかけた。実はかつて、分死の妻も奪っていたのだ。下道すぎるわ。そんな暴君は当然恨まれ、ついに南宋遠征中にクーデターを起こされ殺害される。去年40歳、死後は皇帝の資格なしとされ、海洋軍王に落とされる。先祖を祀るため、廟に載せる名前である、廟号は与えられず、死後送る送りな、死後はかろうじて与えられたが、後に王族の席を外され庶民の身分に、落とされたことで、死後を失う。背底、海洋諸人と、歴史書には記されている。暴君でも、一度は死後もらえたのね。だが与えられたのは、廟、だ。死後にもいろいろ種類があってな。上から、美子、かっこ、上司。兵士、かっこ、中士。悪士、かっこ、下士、というランクに分かれている。もしかして、海洋王が送られた死後は、当然、悪士で邪悪な称号だ。それすらも剥奪されるのがすごいな。なるほど、なんで皇帝なのに、海洋王なのか謎だったけど、そういうことなのね。他に、妊婦に堕胎薬を飲ませ、無理やり流産させて関係を結んだ、宮中の床に布を敷き詰めて、あらゆるところで救助とお接せしたと記録されているが、
これらが全て史実であるかは疑問だな。悪用が誇張されている可能性があるぜ。確かに歴史って勝者に都合よく記録されるわね。彼は義理の母親を殺害している。義理とはいえ、これは儒教社会では相当なタブーだ。そのこともあり、より悪用が誇張されたのかもしれないな。ちなみに海良王は意外にも文才があり、優れた詩をいくつも残している。幼い頃は神童と呼ばれ、皇帝の前で即興で、素晴らしい詩をしたためたという。意外すぎる特技だわ。海良王に関する資料があまり集められなかったので、偏りや間違いがあるかもしれないから、そこだけは謝っておく。これほどの暴君がいるのは知らなかったわ。他にも海良王を取り上げている人いたっけ？私の知る限りでは、俺の世界史チャンネルさん、ぐらいかな？あちらは海良王の生涯について、より、詳しい内容を解説されているから、見ていて楽しいぜ。さすがだわ。というわけでこの動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。他にも面白いネタや歴史上の人物の情報がありましたら教えてください。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。